アメリカンホラーストーリーはライアン・マーフィー及びブラッド・ファルチャック企画制作によるホラーテレビシリーズである。各シーズンがそれぞれ独立した設定のキャラクター、舞台、ストーリーを持ち、始まりから終わりまでが描かれるミニシリーズとなっているアンソロジーシリーズである。2011年に放送された第1シーズンではロサンゼルスの幽霊屋敷に引っ越してきた家族が描かれる。 同シーズンは後に、アメリカンホラーストーリー、マーダーハウスと解題され、日本語版でも、アメリカンホラーストーリー、呪いの館と呼ばれる場合がある。第2シーズン、アメリカンホラーストーリー、精神科病とは1964年を舞台とし、食法精神障害者の施設に住む人々が描かれる。第3シーズン、アメリカンホラーストーリー、 魔女団は1800年代と現代の両方が舞台となり、魔女とブーリュー協の対決が描かれる。シリーズはテレビ評価より高評価された。出演者では特にジェシカラングが高く評価されており、彼女はエミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞などを獲得した。FX では高視聴率のシリーズであり、また第1シーズンは2011年の 新作ケーブル番組としては最高であった。アメリカ合衆国のケーブルテレビ局である FX で放送される。第1シーズンは2011年10月5日に始まり、同年12月21日に終了した。第2シーズンは2012年10月17日に始まり、2013年1月23日に終了した。 第3シーズンは2013年10月9日より始まっており、2014年1月29日に終了した。日本ではネットフリックスがシーズン1、シーズン9までを配信している。後にアメリカンホラーストーリー、マーダーハウスに解体される第1シーズンは不倫を扱っている。物語は2011年を舞台とし、 ボストンからロサンゼルスに引っ越してきた精神科医のベン、その妻のビビアン、ティーンエイジャーの娘のバイオレットのハーモン一家が描かれる。引っ越し前にビビアンは死産し、ベンは浮気していた。引っ越した後に彼らは家の元住人のコンスタンス・ラングドン、その息子のテイト、大やけを追っているラリー・ハーベイと出会う。精神を病んでいるバイオレットはテイトと友人になり、 ベンとビビアンは夫婦関係を修復しようと努力する。一家はやがてかつてこの家で死んだ者たちが幽霊として現れるという事実を知る。第2シーズンアメリカンホラーストーリー精神科病棟はサニティを扱っている。物語は1964年を舞台とし、食法精神障害者を収容、治療するために建てられたブライアークリフ精神科病棟の患者、 看護婦、修道士が描かれる。施設は、シスタージュード、その弟子のシスターマリー・ユニス、ティモシー・ハワード・神父が管理、監視する。医者には裁判所から、精神分析医のオリバース・レッドソンやサディスティックなアーサー・アーデンがいる。患者には、ラナ・ウィンターズ、連続殺人容疑のキット・ウォーカー、グレースなどがおり、彼らは、不当に収容されている。第3シーズン。 アメリカンホラーストーリー、魔女団は少数民族への弾圧を扱っている。セーラム魔女裁判の生き残りたちの末裔が描かれ、現代、1970年代、1830年代の3つの時代を舞台とする。あなたが最終回で見たものは、ハーモンの家の終わりだった。番組の第2シーズンでは怖がらせるための新しい家や建物が構築される。 今年のように、この番組のすべてのシーズンで始まり、中間、そして終わりまでが描かれることになる。ロサンゼルスではないだろう。明らかにアメリカではあるが、完全に異なる場所だ。アメリカンホラーストーリーのアンソロジーフォーマットについてのマーフィーの発言。企画者のマーフィーとファルチャックは、ホックスのシリーズ、グリー、グリーの制作が始まる前から、アメリカンホラーストーリーに取り組んでいた。 マーフィーは自分が以前にやっていたものとは正反対のことをやってみたかったので本作の仕事を始めた。彼は私はニップ、タックからグリーンへ移ったので私が挑戦的で暗い何かをやりたかったことを意味していた。そして私もブラッドもホラーというジャンルを常に愛していた。だからそれはちょうど私には自然なことだったと述べた。ファルチャックは ホラーのジャンルに異なる角度をつけるというアイデアに興味をそそられ、そしてシリーズ作成の主な目的は視聴者を怖がらせることであったと述べた。あなたは人々がその後少しバランスを崩すことを望んでいると彼は述べた。2011年2月、FX はマーフィーとファルチャックにパイロット版を発注し、二人が脚本を執筆し、マーフィーが監督することを発表した。 またダンティティロレートがエグゼクティブプロデューサーを務めると発表された。シリーズの制作は2011年4月に始まった。2011年7月、FX はプロジェクトのシリーズ化を正式に発表した。当初からマーフィーとファルチャックはシーズンごとに違う物語を描くシリーズにすることを計画していた。第1シーズンの最終回の放送後、マーフィーは第2シーズンでは キャストとロケーションを変更する計画について語った。しかしながら彼は第1シーズンに出演した俳優のいくらかが復帰すると発言した。彼は復帰する人々はハーモン家の物語とは異なるキャラクター、クリーチャー、モンスターを演じる。彼らは全く新しいキャラクターを演じると発表した。2012年11月、FX のチーフエグゼクティブのジョン・ランドグラフは シリーズのユニークなフォーマットについて、レパートリーキャストを持ったミニシリーズのアンソロジーシリーズという概念は、画期的であると証明され、大成功し、そして新たな流行となるだろうと語った。第1シーズン後にブリットンはキャスト第1号となり、女主人公のビビアン・ハーモン役を務めることとなった。デニス・オヘアは2人目のラリー・ハービー役で加わった。直後に続いて、ジェシカ・ラングが、 コンスタンス役となった。彼女にとっては初めてのテレビシリーズのレギュラー出演である。ラングの直後にはディラン・マクダーモットが男主人公のベン・ハーモン役にキャスティングされた。最後に加わったメインキャストはタイサファーミガト・エヴァン・ピーターズであり、それぞれバイオレット・ハーモンとテートを演じる。第2シーズン2012年3月。 マーフィーは第2シーズンが精神科病棟を管理するサディスティックなシスター柔道を演じるジェシカ・ラングが中心となる構想であることを明かした。第1シーズンにも出演していたエヴァン・ピーターズ、サラ・ポールソン、リリー・レイブ、ザカリー・クイーク・インとは第2シーズンでメインキャストを務める。ピーターズは妻を殺害した容疑で捕まったキッド・ウォーカーを演じる。ポールソンは 精神科病等送りとなったレズビアンの記者のラナを演じる。レーブンが演じるシスターマリー・ユニスはシスタージュードの下で働く不器用な人物である。クイントは精神分析医のスレッドソンを演じる。リジー・ブロシュレが演じるグレース・バートランドは当初は激しくて猛烈でとても性的、危険な野生児のセクシーな人物と説明されていたが、後に 役柄は大幅に変更された。ジェームズ・クロムウェルは病棟の責任者で患者に対して残忍な実験を行うアーサー・アーデン氏を演じる。ジョセフ・ファインズはティモシー・ハワード・神父を演じる。第3シーズンマーフィーとファルチャックは第2シーズンと同様にジェシカ・ラングをはじめとする多数の俳優が異なる役割で復帰することを明かした。 エヴァン・ピーターズとサラ・ポールソンは、ラングと共に復帰することが明かされた。マーフィーはラングが、本当にグラマーキャットな女性を演じると説明した。第1シーズンでバイオレットを演じたタイス・サファーミガは、第3シーズンでもロマンスのあるキャラクターを務める。リリー・レイブは、第3シーズンでも引き続いて、主役としてキャスティングされた。これまでシリーズで、リカーリングキャストだったフランセス・コンロイは、 第3シーズンでメインキャストを務める。アカデミー賞受賞女優のキャシー・ベイツもメインキャストを務める。彼女はラングが演じるキャラクターの親友であり、後に最大の敵となる女性役を務める。マーフィーはベイツのキャラクターを彼女がミザリーで演じたキャラクターの5倍最悪であり、また本当の出来事に触発されていると説明した。2013年5月、 マディソン役でエマ・ロバーツの参加が発表された。第1シーズンパイロットエピソードはカリフォルニア州ロサンゼルスのカントリークラブパークの家でロケーション撮影が行われた。この家はアメリカ建築家協会会長のアルフレッド・ローゼンハイムによって設計された。第1シーズンは家の正確なレプリカのセットで撮影された。ルイス・カム・フォート、ティファニーのステンドグラスの窓、 青銅色の照明器具といった小道具は家の外観を再現するために再作成された。第2シーズン第2シーズンの撮影は2012年10月半ばの開始に向けて同年7月末に開始された。第2シーズンの外観はカリフォルニア州ベンチュラ郡ヒグンバレーロサンゼルス市外の農村地域で行われた。 第3シーズン第3シーズンの主要撮影は2013年7月23日に始まり、ルイジアナ州、ニューオーリンズなど複数の場所で行われた。オープニングタイトルシークエンスは AMC のシリーズ、ウォーキングデッドや1995年の映画、セブンで知られるカイル・クーパーと彼の会社のプロローグによって作成された。 テーマ音楽は、サウンドデザイナーのセザールデビーラ・エリザリとミュージシャンのチャーリー・クローザーが作曲した。撮影は、ジュアン・ルイズ・アンケイヤ、編集は、ガブリエル・ジェイ・ディアズが行った。第一シーズンのタイトルシークエンスは、ハーモン家の地下が舞台であり、死んだ王子の画像、瓶詰めの胎児、頭蓋骨、看護婦の制服などが含まれている。マーフィーはシークエンスを、ミニミステリーと説明し、あなたが、 第9話を見る頃には、このタイトルシークエンスのすべてのイメージが説明されるだろうと述べた。リジー・ボーデンの写真が使われている。第2シーズンのオープニングシークエンスは、第1シーズンと同じクリエイティブチームによって新しく撮影されている。アメリカ合衆国では2011年10月にケーブルテレビ局の FX でシリーズ初回が放送された。2011年11月には、 ホックスインターナショナルチャンネルズにより、世界各国で放送が始まった。第1シーズン第1シーズンは、ロッテントマトズでは42件のレビューで、支持率は64%となった。またメタクレティックでは30件のレビューで、過重平均値は62、100となった。エンターテインメントウィークリーのケンタッカーは、B と評価し、A、HS には常に、たくさんの悲鳴、セックス、衝撃、 潰された顔、精神病的な行動、死んだ赤ん坊といった恐怖があると書いた。ワシントンポストのハンク・ストゥーバーは、やりすぎてしまうことは、マーフィーの欠点の一つであるが、この番組には、魅力的なスタイルとめまいがする、クロスアウトがあると評した。第2シーズン第2シーズンも第1シーズンと同じく、高評価を受け、ロッテントマトズでは40件のレビューで、支持率は80%となった。 またメタクレティックでは21件のレビューで過重平均値は64、100となった。ハフィントンポストのモーリーン・ライアンはキャラクターの感情的な痛みが彼らの不確実性と恐怖と同じくらい本当であるとしばしば感じるのは精神科病棟の脚本家、監督、キャストの名誉となると評した。ニューヨークポストのリンダ・スタージはシーズンを思い切っていると考えた上で、 この狂気の2時間後に自分自身が入る必要があると付け加えた。第3シーズン2013年11月6日時点で第3シーズンはロッテントマトズでは32件のレビューで支持率は84%となっている。パイロットエピソードは320万人の視聴者を獲得し、18から49歳のアダルト層のレーティングシェアは1.6であった。 これらは FX でこれまで放送されたシリーズの初回としては最高値であった。同回は59カ国で320万人に視聴された。シリーズが進むにつれて視聴者数は増加し、第1シーズン最終回の視聴者数は322万人。アメリカ国内18の49歳層のレーティングシェアは1.7となった。2011年11月の FOX。 インターナショナルチャンネルズによる初回放送はヨーロッパとラテンアメリカの多くの国々で時間帯1位または2位を獲得した。イギリスでは七場派チャンネルの FX で放送され、初回が128,200人、第2話が27%増加して158,700人の視聴者を獲得した。第2シーズンの初回は18から49歳層で、レーティングシェアは2.2。 視聴者数は385万人であり、シリーズ最高値を記録した。同シーズン第6話では18から49歳層の、レーティングシェアが0.9、視聴者数が1890万と、シリーズ最低値を記録したが、それ以降のエピソードでは200万人を下回ることは、なかった。第2シーズンの最終回は18から49歳層の、レーティングシェアが1.3、 視聴者数が229万人であった。アメリカンホラーストーリーにより、プライムタイムエミー賞では、ジェシカ・ラングが助演女優賞、ジェームズ・クロムウェルは助演男優賞を獲得した。また、クリエイティブ・アーツ・エミー賞では、ヘアスタイリング賞、音響編集賞を受賞した。ゴールデングローブ賞ではラングが、テレビ助演女優賞を獲得した。全米映画俳優組合賞ではラングが、 ドラマシリーズ女優賞を受賞した。他にアメリカンフィルムインスティチュートの年間、トップ10番組に入り、美術監督組合賞、ブラムストーカー賞脚本賞、テレビ批評家協会賞、グラッドメディア賞、ミニシリーズ賞、ゴールデンリール賞音響編集賞、サテライト賞、ジャンルテレビシリーズ賞を獲得した。ラングはまたサテライト賞で特別貢献賞を獲得した。 ありがとうございます。